フォートビクトリア級補給艦は、イギリス海軍補助艦隊が運用する補給艦の艦級である。2隻が建造された。当初の計画では、同級艦6隻の建造が予定されていたが、計画は大幅に修正された。結果4隻の建造計画が中止され、フォートビクトリアとフォートジョージの2隻のみが建造された。 発注は1八十六年五月八日になされたが、フォートビクトリアは偽装中に IRA 暫定派の爆弾テロにあって大破したために建造が遅延し、二番艦のフォートジョージの方が先に収益することになったという経緯がある。全部に環境、後部に機関部と航空偽装を置き、補給装備を中央に配した設計はアメリカ海軍の高速戦闘支援艦とも、 類似している。また、艦の安定化のため、二組のフィンスタビライザーを備えている。本級は、極めて強力な航空運用能力を備えている。ハンガーは、シーキングやマーリンヘリコプター5機を収容可能な大きさを確保しており、補修設備も充実している。ただし、平時の搭載数は3機である。これらのヘリコプターは、基本的には、バートレップなど、 補給用であったが、対戦線も想定して、兵器庫も設置されている。また、ヘリコプター艦板には2個の発着スポットが設定されており、緊急時には BAE f リアー2の発着も可能であった。なお、股間防空用として、当初は垂直発射型のシーウルフ股間防空ミサイルシステムが予定されていたが、これはキャンセルされた。その後、 1999年の改修で、ファランクス CIWS やワット電波探知装置が搭載された。ありがとうございます。